いやー、どこもかしこもモンスターズ3ですね。本当にモンスターズばっかりやってるよね。さあ、そういったところで今日なんと発売いたしました。それと同時になんとね、攻略本も発売といったところで、皆さんは V ジャンプから出たこちらの公式攻略本購入されましたか？どうでしょうか？もし購入された方は、ぜひコメント欄で感想を教えていただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。で、正直に感想言っていいですか？このね、攻略本買って思ったこととしましては、絶対買うなって思いましたね。まあ、これの理由についてはですね、単純に、重要な情報が全くないっていったところと、で、それに加えて、高すぎる。値段がなんと、1850円。で、一応ですね、公式ガイドブックの方が、1月17に約2400円程度で出るので、まあ、もし買うんであればそちらの方ですね、個人的にはおすすめするかな。何なんだろうね。なんか非常に表現難しいけど、本当にね、買って損した。ごめん、買って損した。本当に損した。損するっていうか、マジでカップヌードルの、なんか蓋の閉める、なんか上の重しにしか使えないんだけど、まあそれぐらいね、使えないわ。さっきちらっと見ていたんですが、なんか10秒ぐらい見て、なんかもういいなってなりました。まあ理由としましては単純で、まあ、フィールドの地図とかが見れるのはありがたいっちゃありがたいんだけど、まあそれぐらいかな。で、あとはまあ基礎的なところしか書かれておらずで、本当になんか基礎中の基礎のことしか書かれていないので、まあそういった意味では、なんだろう、ガチの初心者とか、ゲームをね、普段やらない人からするとすごいね、ありがたいかもしれないんですが、多分普通にゲームをね、やっている方からすると、内容がね、初歩的すぎて、全く必要性を感じないんだよ。そう。まあそういった意味では、まあ正直、買うかどうか迷ってる方、買わない方がいいと思います。ただ一方で、このモンスターズ自体をやったことないとか、まあそもそもゲーム自体を普段からやってないとか、初めてこのゲームやり始めましたとか、そういった方々からすると、まあ買っても悪くはないのかなと思ったんですが、まあ正直値段に対してコスパめちゃくちゃ悪いので、まあ正直買う必要性はないかなと。まあ単純にお金持ちで、マニアで、で部屋に飾りたいっていうニーズの方がいるんであれば、まあ全然ね、そちらに関しては、購入していただいても問題はないかなと思っていますが、まあ正直マニア向けかなと思いましたね。部屋に飾る分には、まあ全然オブジェクトとしていいかもしれないけど、ただまあ本として機能はね、果たせないと思いますので、まあそういった意味ではですね、非常に難しい位置づけなのかなと思いましたね。はい。まあそんな感じ。まあそもそもモンスターズ3自体がそんなになんか攻略本を必要としないゲームの設計となっておりますから、で、特にその謎解きとか難しい要素とかも特になく、ね、一本道ってわけではないんだけどさ。まあ、それだったらなんか他のものを購入した方がいいんじゃないかなと。で、それこそダウンロードコンテンツ。ここでもね、このゲームお金を取ってくるからさ。まあ、正直そっちの方にお金回した方がいいんじゃないかなと思いました。うん。まあ、正直ね、これに関しては。ただ、ダウンロードコンテンツも高いよな、あれ。マスターズ版に関しては1万1000円とかでしょ。で、それに加えて攻略本買おうと思ったら、約1万3000円っていうことか、高すぎるな。モンスターズ。他のゲームと比べると群を抜いて高いからね。まあ面白いから別にいいんだけどさ。まあただ攻略本お前はちょっといらないかな。うん。ちなみに、年明けに出る1月17日に出る、公式ガイドブックの方は、購入をおすすめしておりますので、興味ある方は、Amazon とかから予約してみてはどうでしょうか。で、ブラックフライデーで、今なら、攻略本とか、漫画とか、文庫本とか何でもいいんですが、そちらを、いくつかね、同時に購入すると、ポイント還元がね、めちゃくちゃつくので、で、そのポイント還元がね、めちゃくちゃ熱いから、それこそね、数千円の本買って何百円と還元されるから、まあ、多分普通の本屋とかで買うよりね、かなりお買い得に買えるんじゃないかなと。で、さらにクレカとかでね、払っていたら、クレカのポイントとかも還元あるから、まあ、相当お買い得ではあるよね。
まあ、そんな形ですので、まあ、お任せしますけど、はい。まあ、攻略をもし買うんであれば、年明けの方がいいんじゃないかなといった個人的な見解でございます。まあ正直中身に関しては本当に初歩的な感じだからね。まあ必要性は正直あまり感じないよねっていうところですよ。はい。まあ、例えばこれがさ、まあ1000円だったらまだワンチャンありかな。まあ、ワンチャンありだけど、内容はね本当に1000円以下。700円、800円ぐらいの格安の攻略本とあんまり変わらないレベルだからさ。まあなんだろうね、1850円のクオリティでは間違いなくないかと思いますから、まあそれだったら攻略サイト見とけみたいな感じなので、はい、まあそんなイメージ。まあどちらかというと今の時代の攻略本ってさ、なんか昔と異なりまして、なんかそれがなければゲームがクリアできないとか、それがなければ進まないとか、まあそういったわけではなくて、もう単純にマニア向けみたいな、やっぱり人気のゲーム、自分の好きなゲームだから攻略も見て楽しみたいとか、飾りたいとか、持っておきたいとか、まあ多分そういったニーズの方がですね、購入されることになるのかなと思いました。だからまあゲームがね、攻略できないので攻略します。なので攻略本が欲しいです。みたいなニーズの方って昔みたいにいなくて、まあ動画であったりとか、ネットであったりとか、ネットサイトであったりとか、攻略サイトかであったりとか、様々なサイトとかもございますから、まあそちらの方が結局、精度も高いからね。しかも無料だからさ、まあ基本無料っていうのがでかいよな。だからわざわざ紙の媒体をお金出して買うかっていう、しかもかさばるから。まあそういった意味だと本当にマニア向けなんでしょうね。今の時代であれば。ね。まあ攻略本ももはやね、昔は必須みたいなところがありましたが、もう今の時代なくても全然いいというか、むしろあった方が邪魔みたいなところですからね。はい、まあ、そんな感じでございます。正直な感想なんですが、皆さんどうでしょうか。そして皆さんの進捗なども、コメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。ただまあ発売日当日に出たっていったところは評価ポイントではありますよね。そこのところは唯一いいのかなと思いました。だってさ、公式ガイドブックに関しては、年明けの1月17日だからね。あれマジでさ、ちょっと。まあ、他のゲームとかであれば普通に2月、3月とかに出てもおかしくないから、まあまあまあ、それでも早い方なんですが、この手のゲームで発売して1ヶ月以上経ってから出てもさ、あんまりニーズはないと思うんだよな。ニーズがあるのって発売してから1週間とか2週間とかだからさ、やっぱできればそこのタイミングで出してもらいたかったなっていうのが本音でしょうか。あ、今そんな感じでございます。はい。ぜひ皆さん一緒にモンスターズ3楽しんでいきましょう。まあ楽しいけどね。楽しいけどよ。楽しいけどよ。なんかフィールドの作りがね、ちょっとなんか甘い感じがするよな。何これ？思うの自分だけ？多分自分だけじゃないよな。なんか若干甘さを感じるんだよね。これは下に一回降りてよかったっけ？これちょっと作りがね、結構複雑なんですよね。迷路みたいになっておるな。よいしょ。で、マジンガー Z みたいなのいるね。で、ここから登ることができまして、あ、はいはいはい、スライムナイトいるね。あ、ノラでもいるんだ。ちょ、せっかくだから捕まえるか、こいつも。乱獲できるじゃん。乱獲できるのいいね。じゃ、配合するのめんどくさいからさ。あー、マジか。いや、ここで普通に結構いいモンスターいるから、ちょ、乱獲しまくりたいんだけどね。はい、まあ、そんなところで今日の動画一旦終わりましょうか。お疲れ様でした。ではまた。